人で稼ぐシリーズなんですけども、前回しのきくんが10万円が稼げましたよっていうふうに連絡をくださいました。そして今回引き続きですね、2つの質問をくださったんですよね。1つ目が作業を早くすることですよね。どんなコツを持って早くするのかってこと、そして2つ目がインプットを膨大にするためにはどういうふうにすればいいのかってことだったと思います。ですね、これね、まず2つ答える前に1個言っておきたいんですけども、10万円稼ぐっていうこと、10万円の売り上げを上げるって実績ができた時点で、10万円を稼いだ商品っていうのを作んないともう遅いんですよ。ここがもう全然違います。だからまずこれをね、なんで次の動画で送ってこないのって話なんですよ。10万円を売り上げを上げるためのパッケージを作りましたっていうふうにしてこないと遅いんですよ、もうね。これをやってください。で、早くするコツなんですけども、今みたいに何かね、一つでも進んだら、1円でも稼げたら、それを商材化するってことがビジネスの世界では求められています。教育教材ですよね。こういったものを常に作っていくってことになります。前回私はね、Zoom ってものを初めて、アカウントを取ったんですけども、その模様はアカウントを取りながらぶっつけてですね、すでに、キャプチャー動画を作ってアップロードしてるわけですよ。で、そうするとそのアップロード動画に対してもうメッセージが来てます。あ、これは有料課金した方がいいですよとかね、ミュートの機能を使っていかないと会議をした時にものすごく雑音入りますよみたいなことね、教えてくださってるんですよ。だから2歩も3歩も先に進みます。これが早くするコツです。もうすでにインプットイコールアウトプットってことですよね。わかりますかね、これ。具体的じゃないですかね。で、2つ目なんですけども、そのインプットの技術なんですけども、これはですね、私の方が遅いと思いますよ、インプット。実はなぜなら今私は社会を離れているわけなんですよ。人と関わらないんですよ。インプットってほとんどできてないと思います、ね、ですので業務に携わったり、毎日出社したり、街中にいてね、人と関わったり、コンビニに行ったり、コンビニも私行ってないですからね。そうした方が多分ね、私よりも多くの方の方がインプットをする場所には環境には恵まれてると思うんですよ。私この部屋から出ない日もありますからね。どっちがインプットが有利かってことなんですよ。じゃあね、なんでね、情報の蓄積がないのかっていうと、ぼーっとしてるんですよ、みんなして。で、言い方悪いんですけども、遅いっていうかね、もう本当にダーティーな言い方させてもらうと、とろいんですよ、みんなで。みんなでとろいんですよ。まあ、ですんで、もうちょっと本気で自分の人生が短いってことに気づかないといけないと思いますし、1年、2年、10年っていうのは、過ぎるのはあっという間だけども、振り返って何もない年月だったなっていうふうにね、途方に暮れる怖さっていうのを、もっともっと、身に据えた方がいいのかなと思うんですよ。私はね、常に明日はもう生きてないかもしれないっていうふうに本気で思ってるんですよ。だから今日をしっかりと生きていこうかと思います。そのしっかりとした生き方は何かっていうと、きっちりと24時間を全部24時間自分のものにするってことなんですよ。そうなると絶対やんなくちゃいけない自分の意にそぐわないものって一瞬でも早く終わらせたいんですよね。そういう思いで最初は遅かったんですけども、だんだんスピードがついてきたってことです。私も47歳ですからね、別に最初から早かったわけじゃないんですよ。ただスピードがないと勝負には勝てないっていうふうに最初から思ってました。遅い人は早い人に結局かなわないんですよ。だからこれはね、本当にそうなんで、一刻も早くスピードを手に入れるってこと、そしてそのスピードとともに2番目には、正確さも必要かなと思うんですよね。ただ正確さって相対的なもんですから、これも誰よりも正確なのかってことだけなんですよ。誰よりもものを知ってるのかって相対的な関係なん でスピードも相対的ですけどね。ただ速度を相対的に速くするっていう方が私は第1番目かと思いますよね。今回の動画ちょっとね、悪い言葉も使っちゃいましたけど、すいません。まとめて申し上げますと、まず1つ目は10万円を稼いだ商材、なんでこれ作らないの、すでにそこでもう遅いんだよってことをね、最初にドカーンと雷を落としましたけども、次はですね、早くするコツなんですけども、早くするコツね、はい、最初は早くないんじゃないですか。ただ早くしようと思わないと早くならないんですよ。まだ遅いな、まだ遅いなって思わないといけないですよね。で、あとインプット術なんですけども、これはですね、ぼーっとしてちゃダメなんですよ。一つのものを見た時に100通りの解釈を生み出すようなトレーニングを常にしていくっていうことが求められているのかなと思いますし、トレーニング方法としてはね、こういうものがありますよ。私もよくやったんですけども、朝起きて目が覚めたら周りのものをこうやって見るんですよ。で、それを夕方に10個思い出せるかどうかっていうトレーニングをすると、結構ね、頭脳の処理速度ってのは
鍛えられるんじゃないかなと思いますけども、ただこれを言うとね、そのトレーニングをすること一生懸命になっちゃうんでダメなんですよ。こんなのトレーニングじゃなくて、意識せずにそういう風な自分がすでにいないといけないんですよね。例えば私もね、たまに車で出かけて帰ってくることがあるんですけども、行って帰るまでにこうやって頭の中で思い出すんですよ。例えばあれ、電柱は何本あったかなとか、信号は何回通ったかなって思い出して、正確にそれがビジョンとして思いつくまでに思いつくかなどうかなってことなんですよ。で、思いつかなかったらやっぱりぼーっと生きてるってことだっていうふうに自分に考えてたんですよね。ちょっと難しい動画になっちゃいましてすいません。とにかく今回のね、動画で言いたいことは、なんで10万稼ぐ商材作ってないのってことです。これがね 99% です。その2つの質問なんてのは 1%、 本当に大したことないです。なんで10万円を稼ぐ商材作ってないのってことですよ。もうそこですよ。では以上です。